me, call on 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 me。皆様お久しぶりです。ヒーローです。本当にお久しぶりです。3週間明けました。もう本当に3週間明けたのは人生で初めてです。最近ね、いろいろありましてちょっと忙しかったんですよ。仕事もそうなんですけど、見ての通り引っ越しもしました。今後ね、ここが僕の1階はスタジオで、2階は僕の部屋になっております。この3週間の中で上海にも行って、上海で仕事のついでに僕のちょっと撮りたいところで撮影してきました。で、撮影ロケーションなんですけども、今回は上海といえば名所の外灘で撮ってきました。外灘ね、本当に上海って言ったら外灘、もう本当に外灘行かなかったら上海に行ってないって言っても過言ではないぐらい代表するような観光スポットになっております。過去に結構行ってるんですけども、あそこで動画撮影をしたことないんですよね。今まではもう撮影も写真だけで今まで行ってたんですけど、動画で撮ったことは本当に一回もなかったんで、いい天気にすごい恵まれてて、もうこれは撮らないといけないなと思って、外灘で撮影しました。上海の外灘の歴史なんですけども、過去にヨーロッパの人たちがそこに住んでて、なので建造物は全てヨーロッパ風なんですよね。今となっては中国風にちょっとアレンジされてるんですけども、ちょくちょくやっぱりヨーロッパな雰囲気がすごく出てて、特に夕日になるとすっごく綺麗なんですよ。外灘って言えば有名な観光バスがあるんですよね。その外灘の付近一周するバスがあるんですけども、なぜか本当に自分でもよくわかんないんですけど、上海にあんなに行ってるのに乗ったことないんですよね、観光バスに。なのでその観光バスにもチャレンジしたんですよ。中国のそのレッドっていうアプリがあるんですけども、その日本で言うともうインスタ、ペンタレストみたいな感じ のアプリなんですけども、結構いろんな人たちがその観光バスに乗って写真撮ってっていう紹介とかいろいろあるんですけども、自分で一応撮影したことはなかったんでチャレンジしたいなと思って挑んできました。ですけども、やっぱりバスの上での撮影ってもう想像以上に苦戦しましたね。めちゃめちゃ揺れるわ。もう本当にいろいろアクシデントあったんですけども、なので今回の動画では少ししか使われておりませんが、またリベンジしたいと思います。てなわけ、動画の方はこちらになっておりますので、どうぞ。Slamming my head into walls so I can just keep chasing a feeling. Intimacy every night, don't really like, just need to be needed. Hopefully I'll get better in time, cause damn this shit hurts in the morning. Where the hell am I and who are you? Cause I got lost on the way to you. Yeah, I got lost, so はい、皆様動画の方はいかがでしたでしょうか。やっぱりね、上海といえば外灘なんですよ。本当にすごく綺麗な場所なんですよね。本当に皆さんもコロナが収まった時期は外灘に来てください。本当に素晴らしい場所です。今回の動画良かったと思う方はLikeボタンの方よろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!